コーリー・スピンクスは、アメリカ合衆国の男性プロボクサー。ミズーリ州セントルイス出身。元 WBA、WBCIBF 世界ウェルター級王者。元 IBF 世界、スーパーウェルター級王者。ボクシング一家に育ち、父親は、元世界王者のレオン・スピンクスであり、おじも、元世界王者のマイケル・スピンクスである。そのため、ネクスト・ジェネレーションの愛称を持っている。 父親、おじとは全くタイプが異なり、速いスピード、防御技術を活かしフットワークを使ったアウトボクシングが持ち味。1978年にセントルイスで彼の父親、レオン・スピンクスがモハメド・アリを破って世界王者になった5日後に生まれた。ボクシングは16歳で始め、すぐにその受け継いだセンスを発揮し始めた。1997年には、 ナショナルゴールデングローブチャンピオンになった。その後、プロ入りを決意する。アマチュア時代の戦績は78勝3敗。ウェルター級時代1997年11月21日に、プロデビューする。1998年12月12日に、初のタイトル戦を、今世界スーパーライト級王者アントニオディアスと行うが、十二回判定負けで、大座獲得ならず。 2000年9月17日に、ナボ北米ウェルター級王座を獲得した。2001年8月17日には、空位のアズバウェルター級王座を獲得。2002年4月13日には2回目の世界王座戦として、ミケーレ・ピッチリーロと IBF 世界ウェルター級王座決定戦を行い、これも判定で破れ世界王座獲得ならず。2002年8月23日に、 ミケーレ・ピッチリーロへの挑戦権をかけラファエル・ピネダと対戦し、ピネダを破って挑戦権を獲得。2003年3月22日に IBF 世界ウェルター級王者、ミケーレ・ピッチリーロと再戦し、3から0の判定勝ちで王座を獲得した。2003年12月13日、WBA スーパー、WBC 世界ウェルター級王者のリカルド・マヨルガと、 王座統一戦を行い、2から0の判定勝ちで3団体世界王座の統一に成功した。この試合は8大タイトルマッチの一環として行われた。2005年2月5日、ザブドゥダーと対戦するが9回2分49秒、TKO 負けを喫し、王座から陥落した。スーパーウェルター級時代ジュダーに敗れた後、彼は約1年半ほど試合を離れた。 スーパーウェルター級に1階級上げて、復帰第一戦が、世界王座戦になった。2006年7月8日、IBF 世界、スーパーウェルター級王者ローマン・カルマ人と対戦。ブランクがあったため、試合前にはそれを心配する声も多かったが、結果は、僅差の2から0判定で勝利して2階級制覇に、成功した。ミドル級へ、挑戦2階級制覇に成功したスピンクスは、 さらにミドル級に上げて3階級制覇を目指した。2007年5月19日に IBF 世界スーパーウェルター機王座を保持したまま WBCWBO 世界ミドル級王者ジャ,ジャーメインテイラーに挑戦する。テイラーもビッグネームとの対戦を求めておりそのために実現したビッグマッチであった。結果はお互いに相手の出方を伺いながらカウンターを狙う。 といった、こ着状態に近い試合となり、1から2の僅差判定負けで、3回急制離ならず、2008年3月27日、バーのフィリップスと対戦し、1から2の判定負けで王座から陥落した。2009年4月24日、IBF 世界スーパーウェルター級王座決定戦でデ、デアンドレー・ラティモアと対戦し、2から1の判定勝ちで王座に返り咲いた。 2010年8月7日、コーネリアス・バンドレージと対戦し、5回 TKO 負けで、王座から陥落した。2012年6月30日、IBF 世界スーパーウェルター級王者、コーネリアス・バンドレージに挑戦し、2年ぶりの再戦で7回、TKO 負けを喫し、王座帰り先に失敗した。2013年2月1日、 カルロスモリーナと対戦し大差判定負けを喫し、現役を引退した。ありがとうございます。